もう我慢できない。はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はですね、おこですね。いやちょっとね、もうね、耐え難いね、この怒り。くそもう、なんてことをしてくれたんだ。まあね、ちょっとライブ配信でも言わせてもらったんですけどね、ハンソロ、アスターウォーズストーリー、これどういうことですか。え、現地アメリカではね、私の誕生日の5月25日、私の誕生日の5月25日に公開されるのに、日本では何、6月29日どういうこと。注意、これどういうこと。なんで1ヶ月も遅れんの。1ヶ月以上だよ。もう未だかつてないんじゃねえの、これ。最近のスターウォーズ、これ初めてじゃねえ、1ヶ月も遅れんの。どういうこと。この間にネタバレしたらどうすんだよ。誰かが YouTube にポイッとアップしたらどうすんだ、くにゃら。もう許せない。もうなんで1ヶ月も、ああ頭痛くなってきた。もういな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 い4月25日に最後のレジェンドの DVD とかブルーレイが出るからなのかな。それにしてはさ、いやそれでも1ヶ月後じゃん。なんでこんな遅れんの。え、アベンジャーズだってさ4月でしょ。5月なんか対策があるんですか。なんで1ヶ月も遅れるんですか。はい、ということでですね、ハンソロスターウォーズストーリー、なんで1ヶ月も遅れんだろうね。これ本当にネタバレ心配。まあね、もちろんね、もうすでに語られてるお話だからね、ケッセルランで12パーセックでハンソロが一番早く飛んだっていうあの話でしょ。あとどうやって密輸業者になったかっていう、そういう話だと思うんだけど、あーでもな、もうちょっとな、早く公開してほしかったな。ローグワンとかどんなんだったっけかな。多分1週間も違うか。これ同時公開だったんじゃないかな。はぁ、あ、がっかりだわね、注意ね。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか、同じ気持ちだよと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。なんか怒って一気に老けた。はい、それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。